もこんにちは、 DJ マインクラフトのアンズです。今回はスパイファミリーのエンディング、星野源さんの悲劇を簡単ミニオトブロカイドで作っていこうと思います。2期始まったのになんで今更1期エンディングなんだって。いやー、最近作ってたミックスナッツと大阪夢がかなり難しすぎて制作開始が結構遅くなっちゃったんですよね。すまぬなー。でも今更だけど喜劇が作りたいでという方もいると思うので、今回作り方動画を投稿いたしました。もしよければ皆さんも真似して作ってみてください。それでは実際に作っていきましょう。まず最初にスタートボタンを作ります。ガラスと TNT 以外の好きなブロックを置いた後、その真上にボタンを乗せます。次に地面のブロックを変更していきます。設計図を見ながら1マス掘った後、草ブロックを埋め込んでいきます。草ブロックは土ブロックを使っても OK です。すでに地面が草だらけの場合はこの工程をスキップします。回路の端っこまで来たら、レッドストーンの粉を横に置いていきます。設計図はこちらです。次にリピーターを設置します。矢印の方向を向いた後、リピーターを設置して数字の分だけクリックします。この時大切なのが矢印の方向を向くこと。実はリピーターはこの三角模様の向きに沿って一方通行で電力が流れます。なのでリピーターの向きを逆にしておいてしまうと、電力を突っかえて次の音ブロが鳴らなくなってしまうんですよね。なので矢印の向きを必ず守ってリピーターを設置してください。それからクリック回数について、横の数字が0となっているのは0クリック、つまりクリックをせずにそのままの状態にしないといけないので、ここにも気をつけてくださいね。設計図はこちらです。次に音ブロックを設置します。草ブロックの真上に音ブロックを置いた後、数字の分だけクリックします。 Java 版で遊んでいる方はノートブロックディスプレイ 3D というリソースパックを使ってあげると、音ブロックのクリック回数が一目で分かって便利ですよ。統合版とかでリソースパックを入れられない人は、まあなんとか気合入れただきましょう。設計図はこちらです。最後にボタンを押すと演奏がスタートします。
というわけで喜劇完成しました。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちょっと回路が大きかったので作るのが大変だったと思いますが、完成した時の達成感はものすごいあると思います。そしてまた一人おとぶろ沼へと引きずられるのであった。グフフ。過去にはミックスナッツの作り方も投稿していますので、もしよければそちらにも挑戦してみてくださいね。さてここからはお化けコーナーという名のアンズの愚痴コーナーになります。いやーねー、今回の喜劇マジで難しかったんですよ。今回のこの喜劇っていう曲はスイングというリズムスタイルで演奏されているんです。普通の曲だとこんな感じで8分音符が同じ間隔のリズムで均等になるようになっています。がスイングになるとこの8分音符の後半がズバッと切られて16分音符に変わります。するとこんな感じのリズムになります。ちょっとスキップしているかのような激激のリズムになりますよね。ちなみにこのスイングでできている曲はディッシュさんのレゴとか、滝勇気さんの WXY とか、ワンピースフィルムレッドの歌方ララバイ、ワンピースフィルムレッドの歌方ララバイとか、キングヌーさんの境目など、もうマジで最近ここ近年でめちゃくちゃ増えてるんですよね。あれ今まだこんなことなかったのになんで？なん最近の流行りな。マジでスイングの曲作るの大変なのでしばらくの間は作りたくないなーというお話でした。というわけで完成しました。喜劇本格版演奏でーす。まあ、坂の裏で作ってるというね。あー、マジで大変だったなー。というわけで、大変な苦労をして作った喜劇本格版演奏をお聴きください。どうぞ。というわけでこんな感じになりました。いかがでしたでしょうか。一応この演奏の作り方も用意しておきました。気になるなという方は固定コメントのところに設計図の URL を貼っておきますので、そちらをご覧ください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。2期のオープニングとエンディングは早いうちに作り方投稿できるように頑張りまーす。